ンジのクロちゃんのレントゲンですね。どっちだっけ、左下肩骨骨折の跡がまだここ見えます。1ヶ月前はちょっとうまく取れてないからよく見えなかったけど、これが2ヶ月前ここにありますね。3ヶ月前か、これは2ヶ月前、これは3ヶ月前か。全然、まあここに思えば3ヶ月前のこと思えば、この骨質のがちょっとつながってきたからここはいいんですけどね、ここの化学体のところがなかなか化骨が進んでこないんですよね。もう折っちゃったのが12月だったっけ、11月の終わりか、12、1、2、3、4、5、6、12、だから7ヶ月ぐらい経ってんだよね。くっつくんでしょうかね、ちょっと難しいかもしれないけど、まあ顎自体はまあ安定してるから、ふやかしたフードは食べれてるということですね。以上です。